栃木の美食をめぐるとちめし。毎週金曜はラーメンの名店。宇都宮市清原台、住宅地の中にひっそり佇む中華そば篠崎。店内は和の落ち着いた雰囲気のカウンター席と小上がりの席。ラーメンは昔ながらのあっさり醤油の中華そばを主力とした4種類のみ。ラーメンへのこだわりが感じられるお店です。最初の一口の時に香りと旨味を感じて、目の前にあるラーメンにより期待を持っていただいてから、麺とか他のものも一緒にこう食べてってもらうっていうのがいいかなと思いますね、うん、はい。中華そばとともにおすすめしたいのが、エビが丸々1尾入ったエビそば。作ってもらいました。ベースとなるエビそば用のタレに鶏肉から抽出した油を加えます。肉味噌に秘伝の鶏ガラスープを入れて、エビを煮込むことでエビの出汁が効いたスープに。エビそば用のタレと合わせればスープの完成。麺は特注の平打ち麺、濃厚なスープによく合うと評判です。さっと茹でたらスープと合わせてエビと肉味噌を上に乗せていきます。仕上げにパクチーをたっぷり盛り付ければ出来上がり。エビの出汁がしっかり効いたスパイシーなパクチーエビそば。パクチーとか山椒とかその辺が入ってますので、ちょっとエスニックな味わいで、毎回それだけを食べに来てくれるお客様も結構いらっしゃいます。スープまで飲み干したくなるこだわりの一杯、この週末食べに行ってみてはいかがでしょうか。